はい。では皆さん、おはようございます。今日のワークショップ、始めたいと思います。ワードプレス 6.2 のアップデート内容を見てみようという感じで、まず、謝らなければいけないのは 6.2 が出てから1ヶ月以上経ってます。確か3月末でしたよね。なので、ちょっと遅いというか、もう 6.3 のリリースが話し合われているので、あれなんですけど、まあ、やってみようと思います。録画のためにも、自己紹介ですけど、私、ベンと言います。で、2014年からワードプレスユーザーで、今年9年目。で、今年は特に、ワードプレスプロジェクトのトレーニングチームというチームの代表に、選ばれました。一応、1年か2年の任期っていうことにはなってるんですけれども、まず世界的にそのワードプレスの、教育教材を発信する、サイトの管理と、そしてそこにこう貢献をするボランティアの皆さんのお手伝いとかをさせていただいてます。このオンラインワークショップもトレーニングチームの、活動の一環として行っています。個人的にですけど、人がなるほどと理解する瞬間が好きです。これ毎回のワークショップで言ってるんですけど、今日の話の内容で何かこう面白いなとか、なるほどという瞬間があったら、ぜひチャットの方にそれを流していただくと、私もそれをエネルギーにして進めていきたいと思います。また、先月ですね、個人ブログ始めました。今まで英語のブログやってたんですけど、今回日本語のブログも始めました。URL 安直で、ベンのブログ、になってますけれども、まあ、ぜひ、見てみてください。まだ投稿少ないですけど、今後増やしていきます。さて、今回、関根さん、拝見してますよ。ありがとうございます。今回、ワークショップを行いますけど、これはトレーニングチームが、のボランティアが無償で開催しているものです。共に学ぶ場がコンセプト。です。なので、まあ、私の方でいろいろプレゼンしてますけれども、答えを全部知っているつもりではないし、ぜひ皆さんの方で情報を共有し合って、お互いに質問したり、お互いに答え合ったりできればいいなと思ってます。そして、今日もミートアップの方にコメントいただいて参加できないので、あとで録画見ますという方がいらっしゃったんですけれども、まあ、こういう方のために、このセッション全部録画してますので、一応、もし音声とかカメラとかつけられる場合、それも録画されているということだけ、ご了承ください。で、ランワードプレス、ran.wordpress.org ですけれども、一応ワードプレスの公式教育教材を、英語だとですね、もう2、3日に1つくらいのペースで、アップしています。今、いろいろその翻訳とか、日本語の教材も作ろうという思いはあるんですけれども、もし興味があれば、ぜひ連絡をください。さて、いよいよ、いよいよ、今日の内容に入っていきます。ワードプレス 6.2 ですけれども、皆さん、まずアップデートされましたか？音声でもいいですし、チャットでもいいですし、はい。佐野さん、OK ってことですね。アップデートされたということですね。皆さん、しました、しました。まあ、録画を見ている方のためにも言いたいんですけど、もしされてなければ、してください。というのは、ワードプレスのコアのアップデートは、バグの改善もありますし、セキュリティ的な意味でも、いつも最新にしておくことが望ましいので、もしまだアップデートしていなければ、ぜひ、してください。で、アップデートをした皆さんの感想をちょっと聞きたいんですけれども、どうでしたか？いろいろ変わって難しいなのか、あんまり今回変化が 見られなかったな、なのか、皆さんどういう感想をお持ちですか？じゃあ関根さん、なんか。村自身は、そうですね。うん。あんまり変わってないのかな。ただ、あれですね。やっぱブロックテーマ。うんうん、あれが使いやすくなってるなっていうのは感じましたね。うん。うんうんうん、その、エディターのブロサイトエディターの方が使いやすい。2023になって、うんうんうん、あの中のね、エディターの部分がね、うんうん、かなりね、こなれてきてるかなっていう気はしましたね、うんうんうん。ありがとうございます。石原さん、今までと勝手が違うところで戸惑ってます。
なんか具体的にありますか？ここが変わって戸惑ったとか、この部分が違うみたいな。CSS をどこに書いたらいいのかとか、これ場所変わりましたね。確かに。結構変わりました、CSS。後の方々、どうでしょう？何か。感想とか。ヘッダーの制御とか。ヘッダーの制御。これ、くっつけるやつですか？じゃなくて、コードの話でしょうかね。今回、ヘッダーを固定するっていう新機能が出たんですよ。カスタマイザーがなくなって戸惑いました。うん、そうですね。昨日私ブログ書いてたんですけれども、本格的にこうワードプレスで仕事を始めたのが、2018年の冬頃。で、それがちょうどブロックエディターが出た、本当に初めの頃なんですよね、2018年。で、あの頃と比べたら、だいぶ洗練されたなっていうのが私の感想です。なんか5年くらいかかりました。で、最初ブロックエディター出た時は、やりたいことがうまくできないとか戸惑いはあって、ようやく5年経って本当にこうまとまってきたなと、一つのエディターとして出来上がってきたなっていう感じがします。で、今回ベータのラベルが取れましたよね。やっぱり5年かかっちゃったんだなっていう気はしますけど、本当にベータ取れていいとこまで来たんじゃないかなと。ね、石原さんもひどかったですもんねって。いや、当初はちょっとね、大変でした。大変でした、本当に。はい。じゃあ、6.2 にいろいろアップデートがありますので、それを見ていこうと思います。で、スライドは今日は特に用意していなくてですね、石原さん、ワードベースやめようかと思ったと。ひどかったです。はい。今は、だいぶ良くなりました。録画見てる方も、今のブロックエディター、本当に良くなったと思うので、ぜひぜひ使ってください。で、今日はですね、今、ズームのチャットの方にリンクを送りましたけれども、毎回、コアのそのアップデートが配信されるときに、プロジェクトの方から公式な、こういうアップデートがありましたよっていうブログ投稿が出るんですね。なんで今日はそっちをメインに、順番にこういろんな機能を見ていこうと思います。で、残念ながら日本語の投稿はなかったので、英語の投稿なんですけれども、まあ、ここから、タイツまで行こうと思います。はい。質問があったら随時、チャットや音声でぜひ聞いてください。ワードプレス、この更新、アップデートそれぞれに、ジャズのミュージシャンの名前がついてます。私は、そんなにジャズのこと詳しくないんですけれども、もう当初から関わっているこのマットさんが、ジャズの大きなファンということもあって、いつもジャズのミュージシャンの名前がついてます。今回はドルフィーという、この方ですね。この方の名前がついています。さて、まず、今回何と言ってもサイトエディターが、整ってきたという感じですかね。最近サイトエディター灰色とか白とかのユーザーインターフェースだったので、これが黒くなって最初ちょっと戸惑うんですけど、だいぶ綺麗になってきました。ちょっとこれを見てみましょう。今日もローカルで一つテストサイトを作ってます。これ2023の本当に基本ですね。何もコンテンツ足してない、プラグインも何もないですね。プラグインも何もない。本当にシンプルなものです。さて、外観エディターっていうところがサイトエディターなんですけど、ここに今まで赤くベータという通知がついてたんですね。が、それが外れて、もうエディターがベータ版じゃないと、正式なものになったという認識です。で、これがエディターですね。で、今回はもうこの右側をクリックすると直接そのページの編集に踏み込めるようになりました。このガイドは閉めましょう。で、もう一回この左上の、これを押すと戻ると。なのでこうテンプレートもいろいろあるんですけれども、このテンプレートを編集したいと思ったら右をクリックすると編集ができるという形になっています。ね、例えば、
これも一緒ですか？この鉛筆も一緒ですね。これ今テンプレートタッチ。で、テンプレートパーツもこのように出てます。で、ちょっと前のその表示形式がいいなという方は、すべてのテンプレートパーツを表示って押すと、このように、前のバージョンでも今も編集はできます。できるんですけど、まあ、ちょっとこう直感的になったかなという感じ。さて、外観のもう一回エディターに入って、ホームページ入ります。今回一つ、まあ一つというか結構変わった部分が、このスタイルのところですね。右上のこの半分の丸、これを押すと、いろいろスタイルが出ますが、ここが結構変わりました。例えば、この目、これ新しいです。これスタイルブックというんですけれども、これを押すと、このテーマのブロックが全部一覧になっているんですね。テキスト、メディア、これも画像、ギャラリー、音声などなど、まあいろいろ出てるんですけど、これどういうことかというと、これどっちかというとテーマ作成者向けですね。テーマ作成者向けに、今までは、このスタイル一覧で、スタイル一覧じゃないや、どこ、ブロックですね。ブロックに入って、そのテーマの、まあ、ブロックの基本設定を変更することができます。例えば、引用ブロックは、必ず、例えばフォントはこのフォントにしたいとか、文字は必ず大きくして、で、今これスタイル、グローバルスタイルという設定を変更してるんですけど、ここで変更すると、後からサイト内で、そのブロックを挿入したときに、ここの設定を基本設定としてブロックが導入される仕組みなんです。で、後からそっちのブロックを一個一個こう単独で変更ももちろんできるんですけど、もう全体的に自分のサイトのスタイルを変えたいときはここで変更できました。が、問題は今ここに見えているこのページに引用ブロックがないと、いくらここでこう設定を変えても、ここでそのプレビューが出なかったんですよ。今これも2023、引用ブロックがないので、私がここでフォントをいくら変えても、実際のサイトではどう見えるかっていうのが見えないですね。で、これを見えるようにしたのがスタイルブックです。なので、スタイルブックには全部のブロックがあるので、例えばここに引用ブロックがある。サイトで、引用ブロックはどう見えるかをここで確認ができる。という、まあ、テーマ作成者にとってはかなりいい機能だと思います。タイポグラフィー今変えましたけど、例えば、まあ、色をテキストは赤くしたいとか、リンクは青くしたいとか、まあ、こういったことをここで編集できます。なので、前、ブロック、テーマ、クリエイトブロックテーマプラグインっていうのがありますよね。自分でエディターでテーマを作成して、それを出力できるプラグインなんですけど、そういうプラグインを使ってテーマを作成する方々にとっては、スタイルブック非常にいいと思います。はい、はい、いいですねとか、いろいろありがとうございます。で、ここに3点ありますけれども、これを押すとデフォルトにリセットというのがあります。なので、いろいろ編集して、一気に一括で全部戻したいなと思った場合は、ここにデフォルトにリセットという機能があります。で、今もう一つ見えましたね。先ほど石原さんがその CSS をどこに書いたらいいか戸惑ったということがありまして、ここなんです。ここに追加 CSS というのができました。で、ここにサイト全体にかかる CSS を書くことができます。だから今までカスタマイザーの中に入っていろいろ足してた CSS はちょっと戻りますよ。どこにあるかというと、ずっと戻って、まず外観のエディターに踏み込んで、ここのページを開いて、スタイルを押して、点3つを押して、追加 CSS という流れです。めんどくさくなりました、ある意味。CSS 昔はポンといけたんですけど、その理由も、
基本的に CSS は使わないでほしいっていう、そのワードプレスの意向なんですね。CSS に頼らず、ブロックの設定でいろいろカスタマイズしてほしいというのが、その、まあ、ソフトウェアとしての意向です。なので、あえてちょっと難しいところにおいて、どうしても必要っていう人は使えるんですけど、基本的なユーザーはもう CSS あまりいらないよねという感じになっています。で、この追加 CSS はサイト全体に関わる CSS。で、ブロックそれぞれに CSS を足すこともできたはず。ここですね。ですね。今これ点3つだとサイト全体の CSS なんですけど、例えば、わかんないですけど、段落ブロックの文字が、なんだろう。なんか変えたいと。この色とかタイポグラフィーでもいろいろ変更はできるんですけど、何かこう、他の変更を加えたいというときには、追加ブロック CSS というのもあります。で、ここに足す CSS は、その段落ブロックだけにかかる CSS になります。上から行くと、サイト全体なんですけど、ブロックごとに追加 CSS を加えることも可能です。これはまたちょっと難しいところにあるんですけど、いや、多分全部ついてるんじゃないかな。全部ついてますね。どのブロックもこれがついてます。で、もう一箇所 CSS を足すことができるんですけど、それをちょっとお見せしたいと思います。例えば、ここを新規追加して、ここに、区切りでも、まあ、区切りのつもりじゃなかったですけど、はいはい。ここで、高度な設定を開いていただいて、ブロックの、設定で高度な設定を開くと、ここに追加 CSS クラスというのもあります。で、これちょっと、普通の CSS とは違うんですけど、テーマの中で CSS クラスを定義しておいて、それを個別のブロックに対して呼び出すということも可能です。なので、ここまで来るとちょっとそのコーディングが必要なデベロッパー向けの機能なんですけれども、テーマファイルの中に CSS クラスを書いておいて、あとは投稿や固定ページの個別のブロックに対して足したいときは、ここに CSS のクラスを書くこともできます。うん。具体的なユースケースはちょっとまだあれなんですけど、なんだろう。まあ、まだブロック設定に入ってない CSS のその、なんだろう、新機能とか、CSS という言語ももしかするとどんどんアップデートされて、で、ワードベースが追いつけないときに、その最新の CSS をかませたいっていうときに、こういうのも使えるかなと思います。はい。ちょっと CSS の話長かったですけど、ここまで質問とかないでしょうか。大丈夫そうですね。はい。石原さん、変わったことをやりたいときには CSS 必須です。まあ、そうですね。変わったこと、多分そうですね。現場の石原さんの方がよく分かっていると思います。私はなるべく CSS に触れなくていいなら触れないようにしたいタイプなので、はい。はい。じゃあ、ちょっとブログの方に戻りまして、これがエディターのアップデートでしたね。まあ、綺麗になったと思います。さて、次が、ナビゲーションブロックの、更新が一つありました。で、ナビゲーションブロックというのは、メニューを作ったりするときですね。で、多分このヘッダーにナビゲーションブロック入ってると思うんですけど、編集してみましょう。編集を押して、今これヘッダーパーツの編集をするんですけど、これナビゲーションブロックだったと思います。これですね、ナビゲーションブロック。で、最近ブロックエディターでは、ここでナビゲーションブロックを変えてたんです。例えばこのプラスを押すと、リンクを追加できて、こうワードプレスのリンクを貼るとか、ここでいろいろやってたと思います。で、今回のアップデートで、ですね、サイドバーでも編集が可能になりました。今回はこの
この四角の方を押しますけど、これを押すと右のサイドバーが出てきて、これじゃなくてこれですね。ナビゲーションブロックを選択すると、ここでそのメニュー内容の変更ができます。なので、ここのプラスを使うんじゃなくて、ここで、例えば、検索ボックスを入れたいとか、例えば、ソーシャルアイコンを入れたいとか、で、ここで、こう、ドラッグ&ドロップでメニューを入れ替える、みたいなことが、できます。で、これ、いいと思います。いいと。というのは、こっちでの編集、ちょっと煩わしい時あったんですね。こういう、なんかいろんな違う種類のものが入った時に、この左側を開いて編集することも、まあ、可能ではあったんですけど、左と右を両方開くと、今の私、これ、モバイルビューになって、ナビゲーションを思うようにまた編集できなくなっちゃったんですね。で、ちょっとこのナビゲーションに関しては難しいことがあったので、右側のサイドバーにこの設定を入れてくれたことで、まあ、操作がしやすくなった。操作性の向上になります。はい、何名か、使いやすくなった、便利になったと、書いてくださってます。で、ここでですね、新規メニューを作ることもできます。今これ、メニュー、ちょっとやってみますか。ナビゲーションっていうメニューですね。多分新規メニューで、名前とか変えれるのかな。ナビゲーション2っていう、そういうことなのか。まあ、これで、固定ページで、なんかこういうの入れて、まあ、ここのナビゲーションをコロコロ変えれるんですけど、なんかこの名前変えたくなりますね。変えれるのかな？変えれないんでしょうか？はい、テンプレート違う。ん？ナビゲーション。できないのかね？もしかすると。なんか前どこかでこのメニューの名前を変えれた気がしたんですけど、もしご存知の方いらっしゃれば、どこだったのかな？あ、あった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 、ここに来たんだ。はいはい、戻ります。今私、ナビゲーションに選択しますね。このセッティングをクリックして、高度な設定の中にナビゲーション名来ました。これを、僕のオリジナルメニューとして、保存。まあ、これでもう保存されてるのかな？こうして、やっぱ保存しなきゃいけない。こう来て、僕のオリジナルメニューで保存を押すと、さてさて、こちらに戻り、これを押すと、僕のオリジナルメニュー、名前変わりました。はい。高度な設定なんですね。メニュー名は。なんか、僕には基本の設定な感じもするんですけど。あとはここにメニューの管理っていうのがあるので、まあ従来のそのメニューの編集がしたければ、こっちに飛んで、こっちでナビゲーションの名前を変えるとか、こういうこともできます。はい。ナビゲーションブロックについて、なんか質問とか、これやってほしいとか、大丈夫ですかね。まあ、補足ですけど、このブロックの間隔っていうのが、どんどんいろんなブロックに追加されています。この設定結構、最初ブロックエディターって隙間が大きかったんですよ。どのブロックの間も。で、それが、今、カスタムでいろいろ編集しやすくなっています。この設定が広がってきたのは、いいことだなと思いました。はい、関根さんもありがとうございます。さて、じゃあ次行きましょう。ナビゲーションブロックの次。ブロックインサーターが、ちょっと変わったと。ブロックインサーターというのは、ここのプラスマークのことです。ちょっと、固定ページをなんか作ろうかな。もっと、なんか、ごめんなさい。保存をしてほしいと。はいはい。さて、固定ページを新規追加。で、ブロックの加え方いろいろあります。ここにこのスラッシュを
スラッシュから、書き始める音と、感覚ですね。スラッシュからこう書き始める方法とか、あとはここの黒いプラスマークを押すこともできます。で、もう一つ、ここインサーターというのがあるんですね。で、最初これブロックだけでした。ブロックをこう、この中から選んで、ポチッと押すと、刺すことができます。で、1年ぐらい前にパターンというのが刺さりました。なので、例えばそのギャラリーを刺すとか。で、これですね、今ここポンってもう一個出た。これが今回の新機能です。今までは、この左のインサーターの中で、そのブロックパターンの、デモというかサンプルが表示されてたのが、このメニューは残したまま、ここにサンプルがいろいろ出るようになったわけです。で、これをクリックすると、ページの方に、こう、刺さってます。あ、これ、僕、引用ブロックの中に入れちゃったかな。あ、まあ、引用、ちょっとごめんなさい。引用の中に入れちゃったんですけれども、プラスを押して、パターンを押して、なんか、お客様の声を入れようかなと、ここで見たり、いや、なんか注目を引きつける何かを入れようかなと、見たり、できます。さらに、今回、メディアというのが加わったんです。で、メディアは、ですね、まずじゃあ、オープンバースというのが入りました。で、オープンバースは前、クリエイティブコモンズという名前でも呼ばれることがあった、まあ、皆さん自由に使っていいですよという、画像や音声をまとめている場所なんですけれども、それがワードプレスにもう完全にこう、組み込まれてます。なので、オープンバース、クリエイティブコモンズの検索サイトに行かなくても、直接ここで検索をかけると、例えばマウンテンと入れると、山の写真が出てきて、でこれをポチッと入れると、もうこれがサイトに刺さると、画像を検索して入れることが本当に簡単になりました。なんかどこかのその無料画像サイトとかに行くことなく、もうワードプレスの中で。ここですね。プラスを押して、メディアを押して、オープンバースを押して、これ、日本語の検索もできるんでしょうかね。まあ、一応出てますね。うん。なんか、不思議ですけど、例えば、英語の方がいいかな。今はまだ、ツリーヒット入れると、まあ、火の画像がたくさん出て、これをポチッと押すだけで、入れられると。これ、だいぶ便利です。で、ここで足した画像は、メディアライブラリの方にも加えられています。なので、自分のサイトの中に、もう保存がされています。で、メディアの、はい。消えてくれ。もう一回戻ると、ですね。はい。これもう一回いきます。プラスを押して、メディアを押して、あ、来ました。今度ここに画像っていうのが出ました。さっきはメディアライブラリに何も入ってなかったので、表示が消えてたんですけど、メディアライブラリに画像が入っている状態で、メディアを押すと、オープンバスに画像っていうのがあります。で、ここにメディアライブラリの画像も全部入るんです。なので、画像を足すときに、もうここでそのスクロールして、画像を探して、あ、この画像を入れたかったみたいな感じで、メディアの挿入も楽になっています。今までの、メディアライブラリはここからまだ開けるので、従来のやり方でやりたいという人はここでも全然 OK なんですけど、このブロックインサーターから直接加えることも可能になりました。関根さん、今見ました。どら焼きで検索してみてと。出るんですか？どら焼き。来ました！どら焼き。はい、3つです。どら焼きはオープンバスに3つしかないみたいですけど、結構これいいですね。この画像。ポチッとして。あ、関根さんの写真ですか？ 3 つともそうですか？
2つ、上の2つですか、もしかして。おお、いいですね。おお、なんでしょうこれ、外部画像、関根さんの画像でこれ出ましたよ。この画像はメディアライブラリーにアップロードできませんが、外部画像として挿入することはできます。ほうほうほう。録画見てる方、これは 6.2 とはちょっと違うエラーメッセージなんですけど、今のはここに入らなかったってことですね。なぜ入らなかったかは、ここのライセンスは他と一緒だし、なぜでしょう。これ、関根さんのサイトにつながるんですね。ここに、画像の下のキャプションに、その著作権情報が自動的に入ります。オープンバースの場合。オープンバースから写真持ってくると、ここに直接入るので、これはいいと思います。はい。関根さん、ちょっと調べてみてください。なんででしょう。はい。という感じで、このインサーターが、スムーズになりました。使いやすくなったと思います。さて、さっきからちょこちょこ使ってはいたんですけど、ブロックの設定が、2つのパネルに分かれるようになりました。これ、例えばこの画像ブロックをして、今までは右のサイドバーを開くと、ダーッと縦に設定がたくさん続いてたんですけど、自分のその欲しい設定っていうのがなかなか見つけにくいので、大体のブロックに対して2つ、このパネルが用意されるようになりました。こっちのその半分の丸っていうのはスタイルで、色ですとか、その見た目に関する設定で、左の設定は、まあ、見た目とは違う部分の設定が、入ってます。例えば、今これ画像ブロックなんですけど、カラムブロックを押すと、はい、今ちょっとカラム2つにしましたけど、左の方で、カラムの幅とか、そういうのを設定して、右の方で、またその色とか、タイポグラフィーとかサイズを変更できると。下の方に来ると、まあ画像です。あ、引用ブロック。引用ブロックは、引用ブロックは1個しかないですか。引用ブロックは多分その設定が少ないから、スタイルだけなんですけど、ほとんどのブロックに対してはこれが2つに分かれてます。で、もし、カスタムブロックを、作られるデベロッパーさんであれば、ここに3つ目、その自分のカスタムブロックの独特の設定をパネルの中にはめるっていうことも可能なはずです。この設定とか、スタイルは基本のワードプレスのスタイルを自分のブロックに引き込んで、もう1個3つ目を立てるっていうことも可能になったはずです。はい。ここのパネルの設定。今回、ヘッダーやフッターの種類が増えたということだと思います。どういうことかというと、ちょっと一番下に、これ固定ページなんですけれども、パターンのフッターを入れたいといったときに、このフッターの種類が増えたっていう、そういうことじゃないかな。ですね。ヘッダーやフッターのパターンが増えましたということです。ワードプレスにデフォルトで引き込まれています。で、すべてのパターンを表示って押すと、あ、こうなるの。従来の、まあ、パターンを選ぶ。はい。これは、まあ、多少良くなったかなという感じです。オープンバース。これさっき話しましたね。オープンバースが左に入っています。次。Distraction Free Mode。集中執筆モードっていう、日本語になっていると思います。これは何かというと、ここの、まあ、ワードベース普通はですね、多分多くの方、左のサイドバーと右のサイドバーをこう開いて、ページの編集をされると思います。で、上にもメニューがあるし、左にもメニューがあって、右にもメニューがあって、これが見づらいと。特に例えば、本当にもう文字を打つブログ投稿を書きたいとか、そういう時にこの設定は全部いらないっていう時に、
集中執筆モードっていうのがここにあります。邪魔されずに執筆。今、右上の点3つですね、オプションをクリックして、集中執筆というのを置くと、クリックすると、この設定が全部消えます。さらに、普通はこうブロックを選択してマウスをかざすと、上にもそのブロック設定が出てくるんですけど、それも隠れます。なので、こう画像をクリックしたり何をしても、余計なそのポップアップが消えて、で本当に、文字を書くことに集中できるようになりました。で、ブロックを足すことはできるんです。例えばこのイメージっていうのを斜線で足すことはできるので、まあ、画像を足して、で、続けて文字を打つという感じですね。で、ここから出たいとき、どうすればいいんだっていうのは迷いますけど、今上にマウスを持っていくと、このメニューが出ました。ちょっと最初わからないんですけど、上にマウスを持っていくと、こう出るので、ここで集中執筆モードを止めたり、あるいは公開したり出たりということができます。はい、こんな感じですね。あとは、まあ、ついでにですけれども、ここにいくつか表示モード、これは別に新しくはないんですけど、もしご存知ない方のために紹介します。これ今画像ブロッククリックすると、ここにいろいろ設定が出ました。トップツールバーというのを押すと、この設定がいつもここに出るようになるんですね。ここになんか、時々あるんですよ。邪魔だなと。こっちのブロックを変えたいのに、このポップアップが邪魔だなという時に、これいいと思います。ここのメニューが今選択しているブロックによって、コロコロ、変わっていくのがわかると思います。これが、トップツールバー。スポットライトモードというのは、今編集しているブロック以外をかすませて、これ邪魔にならないようにすると。画像をクリックしたときはここだけ表示して、これが消える。例えば、そのグループブロックの中とか、カラムブロックの中とか、この入れ子状になっているときには、もしかしたらいいかもしれないです。この親ブロックを選択しているのか、その子ブロックを選択しているのか、何を選択しているのかがわかりやすくなるので、まあそういうときに使える。スポットライトモード。ね。で、もう一つ、基本的についているのはフルスクリーンモード。これを消すと、このワードプレスの昔ながらのメニューたちが出てきます。けど、これも出して、左も右も出してと、これはちょっともう、あれなので、まあ、フルスクリーンモードは基本つけていてもいいかなという。はい。集中執筆モード、ちょっと長くなりましたけれども、今回 6.2 で出てきた新しい執筆モードです。ここまでで質問とか、なんかコメントとかないでしょうか？はい、関根さん分かりました。ありがとうございます。あとはですね、だいたいカバーした気がします。スタイルブック。これさっき話しましたね。グローバルスタイルの中に見えます。ああ、これいいですね。スタイルのコピペができるようになりました。どういうことか。ちょっと新しいページを作ります。リンク追加。まあ、ワードとか、Google Docs とか、ああいう文章編集ソフトでは、あるその文章の整形を、整えた感じをコピーして、そのスタイルだけ他のテキストに貼り付けるっていうことが、できるんですね。大体、ペイントブラシのマークとかで、マイクロソフトさんのワードも、Google さんの Google Docs もあるんですけど、それに似たものが、このワードプレスにもやってきました。つまり、どういうことかというと、ここの文字の装飾を、こっちの文字にも貼り付けることができるんです。例えば、ここの文字の装飾、今、例えばテキストを赤くして、これくらいにしますか。で、例えば、
アイコグラフィー、ちょっと太くしたいので、フォントだったか、フォントじゃない。あ、ここでもいいか。これをやって、これですね。はい。で、ここいろいろ今、私、装飾をしたんですけれども、同じ装飾を今までだったらこっちもいちいちこう、設定を変えていかなきゃいけなかったんですね。そうではなくて、このブロックの、高度な設定までやってきて、あ、違った。あれ？ここか。ここです。今、ブロックを選択して、点3つのスタイルをコピーっていうのがあります。これをクリックすると、コピーしました。で、こちらのブロックを選択して、点3つからスタイルを貼り付けっていうのをやると、なんかポップアップ出ましたけど、許可すると、はい。こんな感じで貼り付けられました。で、なるほど。注意が必要ですね。今私、太字車体はここで選択したんですけど、これは貼り付けられてません。あくまで右側のパネルで設定したものだけが、貼り付けられたって感じですね。そうかそうか。じゃあ、太字車体をこっちでやれば、装飾だったか。違う。外観でしたっけ？外観。外観の、ここで、ボールドイタリ、太字車体。こっちで選択して、もう一回やってみましょう。これをスタイルをコピーして、こっちに貼り付けると、これはできました。だから、このあくまで右のサイドバーで設定したスタイルがコピーされるという流れです。これ結構便利だと思います。例えば、あと、他に使うユースケースとして、ボタンの装飾もあるかなと思うんです。これ、元のボタン。で、ボタン。これ、新規ボタン。押しましょう。で、例えばこっちのボタンの、設定を、例えばもう一回こうして、あとはですね。あ、今ちょっとやってみました。今、大きい、外のボタンブロックで文字を大きくしました。で、中のボタンブロックで、例えば角を丸くします。ちょっとこれ私も試してみたいんですけど、じゃあこっちの大きい外側のボタンのスタイルをコピーした場合、中のボタンのスタイルも貼り付けられるか、ちょっとやってみようと思います。これをここに貼り付けた場合、あ、されましたね。だから中のブロックのスタイルも貼り付けられたってことですかね。ちょっともう一回やってみます。これは今、コブロックですね。これを出した方がいいか。今、中のボタンにスタイルを貼り付けると、文字の大きさだけ変わって、この親ボタンにスタイルを貼り付けると、大きさも丸い角も変わる。うん。これちょっと、なんか複雑ですね。要注意な気がします。ちゃんと使えば便利なんですけど、こう親のボタンもこのボタンのスタイルも引っ張ってきたけど、ここの選択の仕方次第で一部しかスタイルがコピーされない。うん。まあ、けど、はい。そういう機能が加わりました。石原さん、サイドバーだとブロック単位で設定できるからですね。サイドバーとブロック単位で設定。多分さっきのここですね。この右側の設定だけが貼り付けられるということですね。関根さん、難解ですが面白い。本来ならば、例えば、ちょっともう一回、別なユースケースを考えます。今、2023は、石原さん、そうですね。BI、その太字車体、ここの設定は、文字単位だけど、
右は、ブロック単位だから、このスタイルコピーで右だけが引っ張られるという、そういうことだと思います。確かに。ここのスタイル、例えば、この1個のボタンを丸くしたい、大きくしたいであれば、ここで操作していいんですけど、もしサイト全体のデフォルトのボタンを大きくしたいとか丸くしたいという、そういう意向であれば、そもそもここのスタイルコピーじゃないと思います。サイト全体の基本を変えたいのであれば、サイトエディターのスタイルブックの方に戻って、あっちで一旦全部設定を変えると、ボタンの初期値が変わっていきます。ですね。だからこれはあくまでやっぱり使うことは少ないだろうけど、もし必要な時には、できるよという話でした。で、例えば、ですね、ここだったかな。まだないか。はい、はい。こういう機能が増えました。スタイルを足すと。で、カスタム CSS。これ、先ほど少し話しました。いくつか足す場所があるんですけど、スタイル全体に足すのか、ブロック単位で足すのかによってちょっと場所が変わります。あとはですね、読み込みが早くなりましたよとか、そういうことが増えてますけど、最後もう一つこのスティッキー、冒頭にもちょっと話したんですけど、メニューバーを上に固定させるっていうことができるようになったんです。どういうことかちょっとお見せしたいと思います。で、これはちょっとエディターに戻ってサイト全体の編集をしますけれども、はい。2023、これ、これですね。こうなってます。で、普通にスクロールされてるんですけど、上の、このメニューバーは、スクロールした時も上に固定したいってことがあり得ます。まあ、実際そういうウェブサイトって結構あると思うんですね。上のメニューバーが固定されるとか、あるいはそのフッターが固定されるとか、中にはもしかしたらサイドバー固定っていうサイトもあると思うんですけど、今まで基本的なワードプレスではその固定っていうのができなくて、プラグインを使ったり、まあ、自分でコードを書いたりして実現しなければいけなかった。が、それが、かなり限定的ではあるんですけど、実現可能になりました。どこでやるかというと、確か、ここ。じゃあ、ない。ここかな？グループの？ここでもない。ちょっと待ってください。これ、ちょっと文章読んでみましょう。これ、もしご存知の方いれば、ぜひチャットで教えていただきたいんですけど、もしかしてこのヘッダーに入っているからダメなのかな？テンプレートパーツからブロックを切り離す。そうした上で、違うな。これちょっと調べます。グループを、これか？これか？ここでした。OK。はいはい。ちょっと戻りますね。これヘッダーだとできないですね。OK。これは？これもない。だから、これを、まずテンプレートパーツだとできます。なんでこんなに難しいかというと、かなり限定的に導入したからです。将来的にはいろんなブロックを自由に固定するようにしたいんですけれども、
極端な話、ページの中央で誰かがこのブロック固定って言ったときに、じゃあそれをどう扱うかって結構難しいテーマなんですよね。その、こう中央に固定ってどういうことだろうみたいな感じで、今はとりあえずヘッダーのグループブロックだけ固定できるようになっています。で、まず、今私のその調査から分かったことは、テンプレートパーツの中だとダメです。ので、テンプレートパーツからブロックを切り離すということをしなければいけません。そして、ページの、で、グループブロックの設定の、これです。1のデフォルトを先頭固定表示にして保存。で、まずこれでどういうことか見てみましょう。これを保存すると、こちら更新して、スクロールするとメニューが上に残っているという感じです。ちょっとデザインの編集必要ですね。多分グループブロックの背景を白くするとか、そういうことが必要なんですけど、これがワードプレスでできるようになりました。で、今限定的なのは、ページの一番上のグループブロックじゃないと、この設定はない。例えば、この二つ目のグループブロックだと、あれ？あるの？え？あれ？ちょっと待ってください。こうして、これをこう更新するとどうなる？機能してないですよね。なんかこの設定が表示されるのはまずい気がするんですけど、まあ、機能としてはこの一番上のグループブロックだけが、固定が働くようになってます。なので、テンプレートパーツじゃダメで、グループブロックじゃなきゃいけなくて、ページの一番上じゃなきゃいけないっていうかなり限定的なケースなんですけれども、まあ、けどそれだけでも、ページ先頭にメニューを固定するっていう機能ができたので、これはワードプレスのコアとしては、大きな進歩かなと思います。はい、関根さん、これが欲しかった機能なので嬉しいと。石原さんも、なるほど、ありがとうございます。一つだけ先頭固定表示されるのでは、多分その、ですね、二つ目のグループ、ちょっと、せっかくなんで遊んでみましょう。一個目のグループをデフォルトにして、二個目のグループを先頭固定表示にした。これどうなるんでしょう？なんか、変な気がしますけど、更新して、スクロールすると、多分これ固定されてないですね。うん。なんで一番上のグループブロックしか、この設定は機能しないということです。まあ、一つね、だからプラグインに頼らなくても、もうそのコアのワードプレスで実現できるので、かなりこれは大きな機能だと思います。はい。というわけでもう、1時間経つんですけれども、今回の 6.2、こういう感じで、まあ、ブロックエディター、サイトエディターがだいぶ仕上がってきたなという、私の感想です。右のメニューもこう整いましたし、まあ、ブロックインサーター、いろいろなブロックの足し方も良くなったし、サイトエディター、ちょっとこう黒くておしゃれな感じですけど、直感的にいろいろサイトのデザインをいじることができるようになったなと思います。あとは、スタイルブック。一般ユーザーはあまり使わないと思うんですけど、そのクリエイターさん、デザイナーさんたちも、あまりコードを打つことがなくなって、本当にそのビジュアルにサイトを編集できるようになってきたかなと思います。はい。皆さんの方から最後質問とかないでしょうか？はい。佐野さん、使うのが楽しくなりそうです。おっしゃる通りです。関根さんが、さっきのメディアの外部サイトのアラートの件、関根さんの写真がオープンバーツに直接登録していないからかもと、ワードプレスのフォトディレクトリーに登録した画像だからかもしれないです。なるほど。それあり、そうかもしれないですね。ちょっと後で検証しようと思うんですけど。はい。ありがとうございます。さて、最後に次回予告をして終わりたいと思いますが、次回は、はい、川口さん、途中参加ありがとうございます。これは録画してます。はい。で、録画は、後日、wordpress.tv にアップし、このミートアップ
に参加登録された方全員にメールでお伝えします。ちょっと私の、個人的な事情により今回は、アップが1週間先ぐらいになると思います。なのでちょっと5月末ぐらいになるんですけれども、アップしたら皆さんにメールでお伝えしますので、ぜひ見てみてください。あ、でスライドはすいません、今すぐ共有できます。そんなに今日はスライドはないんですけれども、ですね、ズームのチャットに今日のスライドをとりあえず入れました。で次回は、6月ですけども、だいたい1ヶ月後ですが、キャッシュについて知ろう、ワードプレスサイトのキャッシュ設定、ちょっとテクニカルな内容で、ワードプレスいじっていると皆さんキャッシュっていう単語はおそらくどこかで出会うんですけど、そもそもキャッシュって何なのか。で、キャッシュってたくさんの種類があるんですけど、どういう種類のキャッシュがあって、どういうのがサイトにはよく作用して、どういうのが悪く作用して、どういう設定をすべきか。そのワードプレスのキャッシュに関するプラグインも結構紹介を入れて、こういうキャッシュ設定がいいですよとか、こういうのは気をつけましょうっていうことをお話ししようと思います。キャッシュっていうのは、ちょっとテクニカルなんですけれども、入門から入ろうと思ってますので、あまりそのデベロッパーチックなこと苦手という方も、怯えずにぜひ参加して、この機会にキャッシュについて、一緒に学べたらいいなと、思ってます。はい。関根さんも楽しみにしてます。ありがとうございます。という感じで、ぴったり1時間、今日も皆さん、ご参加ありがとうございました。ぜひ、来月もまたお集まりください。はい。では、これでおしまいします。ありがとうございます。